シュッ、シュッ。あ、決めポーズの素振りをしてました。ナックです。第36回、ナックのゆるゆるベース講座。早速始めましょう。まずはこちらをお聞きください。はい。というわけで、今回のテーマは、スラップとゴーストノートです。スラップは、指弾きやピック弾きの時よりも、圧倒的にゴーストノートが多いと思います。以前、ゴーストノートの回をやりましたが、スラップの時でも注意することは一緒です。ハーモニクスが鳴らないように、複数の指で弦に触れましょう。で、今回は、左手でもゴーストノートを鳴らします。タブ譜で、L で表記した箇所がそれです。複数の指で指板を叩きます。とは言っても、完全に押さえてしまうと、実音が鳴るので、押さえ込まないようにしましょう。R の箇所は、左手で弦に触れたままサム、です。今回のテンポはゆっくりめにしたので、全部右手でもいいんですが、もう少し早くなった場合、または16分音符の時に、左手ゴーストノートが役立ちます。少し難しいですが、頑張っていきましょう。はい。たけしくんも、よしこさんも、よくできました。とりあえず一通り慣れてきたら、今度は、左手と右手の、音量のバランスにも気をつけてみましょう。あ、そうそう、スラップ難しくて無理、と思ったら、他の奏法で弾いて、ゴーストノートの練習に変えても構わないですし、スラップで弾けた人も、他の奏法の練習に使ってもいいと思います。今回に限ったことではないですが、一つのタブ譜を一つの奏法で弾いておしまい、ではなく、他の奏法の練習にも役立ててもらえたら、と思います。というわけで、もう一度弾いて、今回はおしまいです。ご視聴、ありがとうございました。